どうも、はじまきよしろです。まあね、親がいるんであんま大きな声出せないですけどさ。何あれ、最近の構文。構文何？なんか3つく2つ目くらいだし、そう、行間開けて言うみたいなやつなんすか、あれ。ほんと腹立つんですけど。太ってる人が痩せるためには摂取カロリーイコール消費カロリーが鉄則で、基本は腹減ってないのに食う。腹減ってないのに食うな。タンパク質多めに取れ。足りない量は野菜で補え。腹減ってないのに食うな。筋トレして筋肉の減少を抑えろ。腹減ってないのに食うなっつってんだ。きめえなあ。なんか俺も太ってるからさ、こういうこと言われるとすごいカチンときちゃうんさ。なんかうるさいなって思わない？みんな、っつってんだよみたいなさ。もう最悪じゃん。もうツイッターの最悪がその周期的に回ってきたじゃん。ねえ、もうこの物申す動画も最悪の文化の一つですよ、ツイッターの悪っていうかね。まあ、ツイッターの嫌な文化っていろいろありますよね。嘘のなんか、マックにいた女子高生がみたいなやつとか、あと、何ですか？その妹が書いていたメモとか、娘が書いていたメモとかで、多分なんかそれでさ、俺の娘や息子はみんなと違うんだぜみたいなアピールして、まあ、そのままね、うぞうむぞうの中に紛れていくんでしょうが、ね、本当に、俺すごいひねくれてるんで、で、今回のツイートもそういうのありますよ。さあ、もうなんだろうな。ツイッターの嫌なものなんだよな。そんななんか、うるさいなって。腹減ってないのに食うなって、俺腹減ってないのに食ったことないんですよ。腹減ってるから食うんだよ。そんなことしたことないんですよ。なんかとりあえず食ったことしたことはないのになんか怒られてる。それがめちゃくちゃ腹立つんですよ。俺もおかしいですよ。俺もめちゃくちゃおかしい人ですよ。ツイッターのおかしい人の一人ですけど、まあ、ツイッターにいるよく言われる、その、ああいう構文をさ、それも何が構文嫌かって、これミュートできないじゃん。どうやってミュートすんの？スペースをミュートすんの？空間、行間をミュートすんの？これ。うぜえ、もう作ったやつ、もうふざけんなよ、これ作ったやつ。誰だ？本当に出てこい、マジで。もう、この口から発する音で、もう、ボコボコにします。もう嫌だな。本当に最悪だ。負の発明しやがってよ。もうツイッター見ちゃダメだよ。ツイッター見たらこうなるんだもん。いきなり俺何もしてないことで説教されるんだもん。俺のメンタルおかしくなっちゃうよ。俺ただでさえ人に怒られるの嫌なんだよ。だこいつクソブロックしてやるよ、アホがよ。地獄に落ちろ、本当に。で、このなんかよくわかんねえさ。なんだこいつ、腹立つ。クソがよ、ゴミ。こいつフォローしてたんかい、ゴミが。フォローしてる、俺がフォローしてんのに、そんなことすなよ、本当に。絵描いてるやつか。クソが、絵描いてるやつ、いい絵描くくせにクソなんだよな。クソみたいなツイートすんだよな。腹立つ。なクソみたいなツイートをリツイートすんだよ、絵描いてるやつは。だから嫌いなんだよな。まあ、フォローし直しておきますけど。次やったらボコボコにしよっかな、本当に。不満がね、出ますよ。嫌じゃん、そんなの。俺、腹減ってないけど、その惰性で食ったことっていうのはね、まあ昔はあったんですけど、今ないんですよ。腹減ってなかったら寝るし。なんで怒られなきゃいけない？なんで、キモいんだよな。そんな構文でなんか愛にバズるね。俺がボコボコにします、こう。バタフライパンチ。この、バタフライパンチでボコボコにします。あ、なんか飛んだ。言霊です。言霊が跳ねました。 腹立つな、本当に。こういうやつ、本当、ツイッターダメだ、見ちゃダメだ。ああ、もうなんか、絵描く人と、ネタツイッターをなんか分けなきゃな。こんなクソみたいなツイートする、こんなクソみたいなツイートリツイートするやつ。でもね、そういうの違いますから。まあ、その、クソなんだけど、何かすごいことできる人たちなんで。目つぶるわけにはいきませんけど、それはクソだけど、それはいいよねって言える人なんで。いや、言えない人ですけど、全然ね。本当嫌だな、このツイート。だってさ、なんか、前もあったじゃん。前もあったんだよな。なんか、まるまるのいいところみたいので、自分は、おかしいですよ、みたいな。なんか、本当キモすぎだよな、ツイッターって。キモすぎるんだよな。悪いものがもうたまりすぎて、その、悪すぎるものと良すぎるものがあるんだよな。まあ、ネタツイッターさんとか、まあ、いいツイートを心がけてもらってるんで、
心がけてもらってるからいいツイートいっぱいあるんでね、もうほんと心が洗われるネタツイートはいいよね、うん、まあ、その中にもね、まあ、不純物っていう俺の最悪な、なんか、まあ、不純物が何かなんて言いませんけど、変なやつらがいるんですよね。まあ変なやつらっていうのは具体的には言いませんけど、まあツイッターいいね、ツイッタークソだよ本当に、まあ、クソすぎるがゆえの良すぎるものがあるんだろうな、うん、それでバランスを取ってるんですけど、クソすぎるよな、こんな文化作んなよ、いいねするな、こんなもんリツイートすなよ、本当にツイートすなよ、本当に本当キメえわ、キモすぎるんだよな、なんで俺はさいきなり怒られなきゃいけねえ、怒られんの嫌なんだよ俺は、怒られたくないの、うん、だから本当に YouTube でね楽して稼ぎたいって一番ダメな考え方だけど、まあめちゃくちゃ面白くなってさ、もう雑談の広告収益だけでね、投げ銭だけでね、チャンネルメンバーシップだけで稼いでいきたいんですよ。あとその他もろもろなんかよくわかんない利益追求しすぎたアホの利益のせいファングッズみたいなのとかでいっぱい作ってね、利益追求型グッズとか作ってさ、なくしくせ、いや本当にムカつくな、こんなやつらいるのつまんないか、本当つまらないよな、俺はなんか物事面白いか面白くないかで見すぎすぎだけどさ、見すぎすぎ、見すぎすぎって何それ、うん、いやでもね昨日もなんかお腹すいたなって思ってね、いや面白い話始まるみたいになってんじゃん、面白い話始まりませんよ、うんうん、って言ってね、面白い話なのかなと思ったら、俺やっぱテレビのアンチで、テレビのアンチでドラマのアンチなんですよ。でなんかね、まあ、3年 A 組が流れてて、俺はなんかねネットの意見を加藤純一さんの放送でなんか3年 A 組ボーボーに叩かれてたから、それにめちゃくちゃ影響を受けちゃうダメな人なんですけど、それでなんか3年 A 組見たくなさすぎてめっちゃイライラしちゃって、俺テレビめちゃくちゃ嫌いなんですよ、もう特に理由ないです、多分ネットに影響をね直に受けすぎて、その俺があんまネットって信じちゃいけないもんだってクソなんだゴミなんだっていうものが分かんない時にそういうものを浴びすぎてテレビって悪いんじゃないかなと思ったけど、いいものはもうありますけどね、そら相席食堂とかさ、まあ、芸人さんがいなかったらテレビなんてねめちゃくちゃ衰退してるよね芸人さんのパワーってすごすぎるよ、でもそんなテレビに消費されてる芸人さんもいるんだよなかわいそうだな、でも相席食堂はめちゃくちゃ面白いな、月曜から夜更かしはあのツイッターらがツイッターやってるやつが好きなやつだから、まあ、あんまいい番組じゃないんだろうけどさ、うん、もうそういう目で見てる、水曜日のダウンタウンはまあダウンタウンが面白いのと、なんかまあ頭がおかしい人がやってんだけど、まあ、頭がおかしい人やっちゃうから問題になっちゃうんだろう TBS は、でも面白いけどさ、うん、面白いのもあるけど、僕は YouTube の違法でね、違法なやつ見てますけど、なんかやってほしいね、でもお金入んないもんね、うん、だってテレビめっちゃ風ふんじゃないんだよ、はい、あざすみたいな、決まりました一発ギャグみたいなね、所作ダメですそれいや変な咳の仕方、変咳をした時の変顔で笑いを取ろうとするっていうね、あんだけツイッター最悪最悪って言っといてね、一番悪手を使うっていう、本当になんかどこまでもどうしようもない人間です、本当それは申し訳ない、うん、テレビの嫌いで3年組やっててね、めっちゃイヤホンで音楽聴いたんですけど、めっちゃムカつくんですよね、イヤホンの音楽で音量がね、いやしょぼいな、この音量しょぼいなって一段階上げて、いやでかすぎるだろっていう音量があってね、いや本当そういうのやめてほしいなみたいな、な面白い話し始めますよみたいな、またそういうのでやっちゃって普通の話するってね、オチなんてつけられないんですよそんな、俺はそういうのを磨いてきてないし、そういうののやり方がわからないんで、うん、できない、俺にはできない、だからできる人すごいなって、もうみんなもう、うわいいねって
って思います。最高って思います。うん、でも嫌だねそういうの。なんか調節できないじゃん、その指でこうやんなきゃいけないじゃん。なんかさ、何あれ、もうムカつくの。こうやって離してさ、ピュンってちょっとずれんの。こう、もうめちゃくちゃ麻酔直にさ、垂直で麻酔直にこう、ういってなきゃいけないのかな。それはちょっとむずすぎるよね。そんな技術は持ち合わせてない。そんな技術だったら絶対何かに活かせる。絶対何かいい動きができるな。その動きを生かして億を稼げる。まあ億を稼げるって言われてもね、そんな、障害年収かもしれないしね。障害年収億ってやばいね。普通だね。普通じゃないね。普通じゃないけどさ。いやーでもね、本当になんか自分の好きなことをめちゃくちゃ極めてってめっちゃお金もらっちゃおうかな。おしゃべり、もうだべりっていうか、雑談を超えた雑雑談みたいなね、雑雑談みたいな、そういうのでなんかお金稼げないかな。あ、俺の動画をみんながどうやったら見てもらえるかって話なんだよね、やっぱり。やっぱビジュアルだよね。でものビジュアル気にするやつなんか見てほしくないけどな、そんな。だ、見てほしい人が誰なのかまず決めなきゃな。いや、そういうめっちゃ面白い見てくれる側の人って大体お金持ってないじゃないですか。でもお金持ってなくても幸せなんで、そういう人は。困るな、普通に。ちゃんとお金の稼ぎ方をな、工夫したり考えたり勉強しなきゃな。それはしっかりと。どうやったら商業的、商業的っていうか普通に商いとして成功させるか。無事、そう考えると YouTube むずすぎだな。めちゃくちゃなんか流行とか見なきゃいけないんだ。好きなことだけじゃできないんだね。すごいふざけてる俺。好きなことだけじゃできないんだねって。マック食いてー。最近漫画にハマっちゃってんだよな。何回も言うけど、ビジュアルって大切なんだな。なんかね、いたんですよ、 YouTube やってる人で見つけた人なんだけど、なんかいろいろ違うけど、その人にめちゃくちゃ似てた。YouTube のね、まだ底辺っていうか、あんまり人気じゃない人の、なんかね、人に似てた俺、めちゃくちゃ。嫌だなってなっちゃった。嫌だなって大人には俺これからなっていくんだろうな。嫌だな、それは。でも痩せないとな、人気になる前に死んじゃうんだよな。俺は必ず人気になるんですけど、難しいよな、人気になるって。空いた椅子がないなら椅子を作らなきゃいけないんだよな、今この場にある需要を作っていく。まず需要を作る。だから世界はウイルスを作ったみたいな。最悪だな、陰謀論みたいなね。需要を作って儲けたってことでしょ、あの都市伝説は。だから俺も需要を作る。需要は作れんな。隠れた需要をつくようなさ。まあやっぱり YouTuber って暇つぶしよりちょっと、暇つぶしになんか感情を添えてじゃないけどさ。まあ暇つぶせる動画だよね、雑談見て。
わかんねえ、俺の暇つぶすりゃいいや。暇つぶすとかじゃないんだよな。俺暇つぶしのために YouTube やってないんだよな、決して。楽しいからやってんだよな、喋りたいから喋ってるんだよな。なんか暇つぶしだからやってるってことないんですよね。あ、このスマブラくらいです。スマブラ暇つぶしじゃなくてね、なんかただただ手を動かしていきたいんですよ。すごい労力の無駄遣いです。なんかパワーが、なんかスマブラカチャカチャさせてね、コポンってね、一旦やめたりまた始めたりを繰り返したいんですよ。お尻かい。何もこう、まずカメラ見なきゃいけないのかな、めんどくせえな、カメラ見んの。どこ見たっていいじゃん、そんなのいいでしょ。なんでカメラ見なきゃいけないんだよ。かい、めっちゃかゆい。いや今日ね、超ここ摩擦してみたんですよ。そしたらすんごく熱かった。でなんかちょっとおかしくなっちゃった、皮膚。ミリおかしくなった。なくせ。臭くなかった。全然臭くなかった。ちょっと赤くなっちゃった。こんなんで笑わねえよ、誰も。それで笑おうそうとすね。みんなが笑ったとしても。ほんとだよ。ほんとそうだよ。いやー、おしゃべり楽しいな。やっぱおしゃべりが一番楽しいわ。暇つぶしでやってることランキングなんだろう。ないな。だ意外に俺暇つぶしないんですよね。暇つぶすわけないんで、うわー喋りたいなって言って喋って、あ、ね、寝たいから寝たいなって思って、うわ漫画読みたいから読みたいなって思ってるんで、暇つぶしなんて実は俺存在してなかったんですよ。楽しいからやってる。やることないんだったら寝るみたいな。筋肉減らしちゃダメなんだね。あーでも筋トレしたくねえな、あのクソクソジジイがよ。さっきのクソツイッタージジイが、多分ジジイだから、あいつキモいな。承認欲求って名前の水作って、承認欲求に満たされてほしいな。承認欲求の水で沸いたお風呂で、承認欲求っていうお湯を作るか、温泉を作って、そこに浸かれば承認欲求に満たされてる。満たされてるって満たされてんじゃないの、その風呂に入れば。承認欲求っていうの名前の水飲んでもらって、ツイッターでクソなツイート、クソバズツイートを蹴らそうかなっていうツイートが、もうクソバズツイートを狙おうとしてるツイートなのか、ツイッターのジレンマでございます。ジレンマって合ってるのかな、合ってるのかな。ジレンマって使ってみたいよね。ジレンマだぜみたいな感じで言いたいじゃん。俺は言いたかったから言いました。はい。見た目って大事なんだろうな。こんな顔で面白いこと言っててみんな見てくれるの泣いちゃうな。でもイケメソでさ面白いこと言ってたらそんなの殺されちゃうよ。そんなもんダメだよ。まあ、痩せた方がいいんだろうな。デブは人間と生まれてないんだろう。でもなんかデブってマンモスに似てるからじゃない、その潜在意識理論みたいなさ、そういうのあんじゃん。潜在意識でマンモスやべえじゃん。マンモスやべえし、デブマンモスみたいだからデブやべえじゃんなんじゃない。でも普通に デブがいじられる理由って簡単なんですよ。みんなデブじゃないからさ、デブってやっぱ少数なんですよ。少数なものをね、自分ではないものをやっぱみんないじりたいわけじゃん。自分とは違うものをさ。自分とは違うもので、みんながあんまり当てはまらないものじゃん。デブとかさ少ないじゃん。まあデータとかそういうのを見ればそんな少ないかって言われても多いわけでもないみたいな感じなんでしょ。俺めちゃくちゃ太ってるんですよ。なんか身長、俺は身長をね逆サバ読みするんですよ。なんとなく身長をもし適当に言って、もし身長が高かったら何こいつ身長サバ読んでんのって思われたくないんで、逆にサバ読むんですよ。逆サバ読みするんですよ。159あった、あったっけな。159しかないんです俺身長。でも159あっても全然 YouTube の活動には全然ね
師匠を汚さないし、もしこれからなんか身長マウント取ってくるような師匠がいて、いやお前より俺の方が面白いからクズがよって、それでおしまいなんで、うん、それでおしまいなんで特に何も思わないですけど、もしね仕事するとかになった時、仕事俺する気さらさらないんで、 YouTube で生きていく気しかないんで、でもその YouTube で生きていく方法は全然考えてないっていう、何って話ですよ。えって何それってやばってなるじゃん。夢だけ語って終わりってダメでしょ。ねえ、また大人にバカにされちゃうよってなっちゃいますか。またってね、2回目っていうね。いやまあそんなバカにされたことはないけどさまあ子供のためにもね、やっぱ夢に夢を掲げるだけじゃダメなんです。夢に夢を持って、子供に夢を持ってもらいたいからこそ夢を持ち、そしてその夢を叶えるために具体的なものを考えな出さなきゃいけないんですよ。かっこよくない？かっこよくない？本当に今の金言でちょっと50万くらいもらおうかな、一人から。子供のためにって適当だな、本当に。自分のためなんだよ、そんな。よくよく考えた。子供に夢を持ってもらいたいから具体的な目標を掲げるんじゃなくて、自分が自分の夢を叶えたいからだろ。そんなに子供出していくんだよ。受け狙おうとすんなよ、本当に。抹殺対象です、俺の国では。俺が作った王国だったらそんな抹殺対象です。なんかエゴってなんか理性なの、なんか家具国でさ、井戸が欲望で、エゴが理性なの。エゴイストって理性マンってこと。エゴって自分が自分がっていうのをエゴイストって言うけど、間違ってるのかな。ああやっぱ自分第一なんで、自分が楽しければいいって、そこまでは言わんな。自分の生活が楽になるから盗もうとかさ、泥棒って究極のエゴイストなわけじゃないですか、あいつら。すごい。いや自分が楽になったら法律も人も知らんよって。泥棒とかああいう犯罪者ってあれ究極のエゴイストなんで、最悪です。ダメなエゴイストなんで、とどめとけよって、ある程度のところでっていう話なんで、本当にダメですよね。物盗むやつとか、いやちょい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 ってちょい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 ってなるじゃん。そんなバイク盗むやつとかいるけど、いやちょい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 ってなるじゃん。しっかりと裁かれろ、本当に。いや何考えてんだろうね、物を盗むやつって。もう多分俺の友達にもよくね、手癖が悪くて物を盗むやついるんで、多分もうなんか決まってるんですよね、物を盗むやつって。そういうやつです、多分。そいつは物を盗みます、しっかりと。うん、そいつね結構面白いやつなんですけど、物盗むんで、うん物盗むのダメだろ。物盗むってね、俺もあるだろうけどさ、考えられないよな。めちゃくちゃ物盗むんですよ。えってならない。物盗むやつはもう決まってんだよな、そういうやつっていうのは。天の定めみたいなところあるよね、やっぱ決まってんだろうね、そういうことする可能性があるやつ。それを抑えて生きていくのは大変だね、そういう人。そういうのがあるから盗んでいいってわけじゃないけど、それを抑えて生きていくのは大変だね、その衝動を。盗みたい衝動をとかさ、万引きの病気とかさ。万引きの病気もストレス発散でやったって言ってるけどさ、やるな、やるなお、本当に。そんなことするな、本当に。本当にだよ、万引きの病気とはいえど、ね、何がストレス発散じゃって思っちゃうの。犯罪みんなにしてほしくないな、裏社会の人銃持ってほしくないな。銃とか怖いな、日本にもあるんだよな銃って。うわ、なんか虫かな、なんだろう、ホコリかな、すごいよく見えるホコリだった。なんかめっちゃ飛んでる虫か、うん、いやホコリでした。うわ光だ光だって、うん髪の毛もね切んなきゃね、
かゆ、さっきめっちゃ書いたところめっちゃ痛くなってる。いや、雑談楽しいな。めっちゃ雑談楽しいし面白いねな。なんでだろうな。くそー。これが面白いものだよってみんなに分かりやすくね、説明せずに解説せずに分からせなきゃいけないんだな。誘導するっていうかさ。だからさ、登場人物が中で笑ってるっていうのすごい重要じゃん。フィッシャーとか、みたいなさ、そのなんか爆発みたいな笑い方するじゃん。俺めちゃくちゃフィッシャーズね、前もバカにしてた動画あるんですけど、それってやっぱ重要じゃないですか。これは笑うところだよって言って、あんな笑い方した、きたな。あんな笑い方しちゃダメじゃん。病気のねーみたいな笑い方するじゃん。しないか、するじゃん。でもあれってすごい重要だよね。やっぱさ、小学生みんな、なんかまだ自我は芽生えてないと思うんですよ。なんかよく、俺全然自我芽生えてなかったんですよ。中2、中1まで、中2まで全然芽生えなかった。何も考えてなかった。ぼーっとしてた、ずっと。でも生きてこれた。今もぼーっと生きてる。うん。でもなんか、あ、ぼーっと生きてるんだなってことは知った。まだ今もぼーっと生きてるんだなってことは知った。ぼーっと生きてることさえ、ぼーっと生きてるんだとも思わなかった。うん、でも今も、あ、俺もな、今何も考えてないってことを知った。うん。無知を知ったみたいな。無知の知。無知の淵から無知の知へレベルアップ。イエーイ。自分の無知を知ることはできる。うん、かっこつけていきたいね。いや、かっこつけん、ダサいな。そんなこと、無知、自分の無知ってこと知ってますって。そんな言いふらすのかっこ悪いじゃん。格好悪いっていうよりはダサいな。うん、いいダサいじゃないね。だから格好悪いのか。いやー、楽しいな、おしゃべり。おしゃべり楽しい。しゃべりを楽しいな。お金くれないかな。俺おしゃべり楽しいし、俺楽しいおしゃべりしてるし面白いし、みんな聞けよな、面白いから。俺の1時間超える動画誰も聞いてくれてないの何なんだ。なんかさ、なんかまターゲットが悪いんだろうな。クソガキばっか見てるからさ。俺もクソガキだけどさ、やっぱ見てほしい人が誰なんだって。いや、俺の面白さが分かるやつで、そんな、それ以外誰がいるんだよ。はあ、今日もコメント来てないな。コメントは来るような動画を目指すか。目指すかよ。なんでコメントが来るような動画って。なんか短い動画しかみんなで見てくれないんだよな。 0.6% ずつの評価するな。でもこれそこそこ面白かったっけな。 0.6% ずつの適当につけちゃったか分かんないけどさ、0.0005% 雑談はやっぱさすがに視聴回数1だね。さすがにそこまで行くんだったら見ないやって。そんなひどいんだろうって言って。120万%雑談誰か1回見てくれてる。でも絶対だよ。概要、一応どんな情報がね、おい、クソがよ。なんだ概要って。このアナリティクスを見ていこうと思うよ。みんなどれくらい見てくれたかな。平均視聴維持率5分、5分しか見てくれませんでした。5分も見てくれてると。総再生時間20分。うん、俺20分も見てないから、誰か20分見てくれたんだろう。みんなで頑張って20分は見てくれたんだ。平均すると5分なんだろうけど、誰か20分見てくれてる。アナリティクス面白。アナリティクスの俺の動画の反省を生かして見やすい動画探して、俺がぼーっとしてる時間があるのがいけないんだろうな。そんなにこの人がぼーっとしててもその先にある うまいものはすごい美味しいんだぞってことが分かれば、俺の動画みんな見てくれるんだろうな。ということで、もうね、親がいるんで喋んのやめますし、親がいるとかじゃなくて普通になんかマック食いて
何食おうかな。マック食いたいな。本当にマック食おうかな。本当にマック食っちゃおうかな。いや、全然マック食う気なかったんだ、俺。マック食いたいなーっていうの。マック食いたいなーっていうのは合言葉なのかな。暗号だったのかな。暗号で誰かにそういう暗号を伝えようとして。それでも本当にマック食いたくなっちゃった人みたいな感じでした。皆さん見てくれて。えっ見てくれてありがとうなのかな。うん。あー、うーん。